腹筋の初級編を紹介していきたいと思います。まあ、僕はこういうのやりますけど、結構これはかなり難しいんで、いきなりこんな腹筋やれっていうのも多分できないと思うので、まあ初級編をちょっと紹介します。やっぱスキーヤーは背中が強いんで、背中の筋肉が厚くて背中強いんで、どうしても体の前と後ろのバランスがって考えると、後ろが強いんで、やっぱり補強的に前を着ていっていかないと、結果的に背中に結構張りとかが出てきちゃったりするんで、腹筋をしっかりやっていくっていうのは大事かなと思います。あんまりこうスピードを上げてやるというよりは、まあ、息を吐きながら、僕は息を吐きながら、案外吐き切った後に締めながら腹筋をするっていうのを心がけています。まあ、動きもだんだんこう速くなりがちなんで、できるだけスピードはあまり出さないようにして、しっかりと、収縮するイメージを持つようにしています。ただやっぱり腹筋って動く量がそんな大きくないんですよね、実際には。だから回数いっぱいやってもあんまりこう効かないんで、回数をやるというよりはしっかりとストレッチする場所とか伸縮する場所を意識した方がいいんじゃないのかなと思ってます。案外この伸ばす系が僕的に案外いい、最近気に入ってやってます。どうしても腹筋っていうと縮める方に意識がいくんですけど、こう腹筋をこう伸ばすのも結構いいなと思ってやっています。ぜひぜひ腹筋を鍛えてください。